テオドレトス、キュロスのテオドレトス、ギリシア語、ラテン語、ティードータスシレンシス、シレンシス、英語、ティードーレット・オブシア、シリス393年から457年は、聖書解釈者、教会士や、神学者、キュロスの主教、主教。アンティオキア学派最後の大見和学者と言われる。東ローマ帝国、初期ビザンツ帝国時代の神学論争において、 アレクサンドリアのキリロスと論争し、その後継者たちの、いわゆる単性論に反駁したことでも知られる。西暦393年、アンティオキアで裕福なキリスト教徒の両親のもとに、生まれた、テオドレトス自身が、シリアの修道士たちの生涯で語るところによれば、テオドレトスの母は初めなかなか子供を授からなかった。これに苦しんだ父が、アンティオキアを口で、 苦行生活を送っていた飲酒誌マケドニオスに子供の無事誕生のための祈りを依頼した。そして生まれた子供を修道士にすると誓ったため、実際に授かった子供に神の賜物を意味するの名を付けたという。両親が亡くなるとアパメーア近くの修道院で修道生活を送ったが、423年に30歳の年齢で800前後の小教区を持つ町キュロスの 司教に任命された。自身の証言によれば、その司教職中にキュロスの公共浴場や橋、その他公共施設を整備している。またマルキオン派の神道仙人町も改修させ、アレオス派やエウノミオス派の神徒たちも同様に、改心させたという。テオドレトスが司教を務めた、キュロスは、政治的にも、文化的にもシリア地方の中心たる、大都市アンティオキアにほど近く、 彼の神学思想も、アンティオキアの伝統を組むものとなった。アンティオキア派、アンタヤキンスクールと一般に言われる、この伝統は、古代末期のいくつかの論争において、独自の見解を持っていた。まず聖書解釈において、聖書そのものの背景にある歴史的文脈を明らかにすることや、語句や辞儀をつまびらかにすることを重視した。また当時のキリスト教徒はほとんど全員が、 ヘブライ語の旧約聖書ではなく、ギリシア語約72に約聖書を用いていたが、これに縛られず、アクイラやシュンマコス、テオドティオンといった非キリスト教徒による別のギリシア語訳を積極的に用いたことも、アンティオキア派の特徴である。またアンティオキア派の歴史あるいは味気を重視する解釈は、オリゲネスらに見られる聖書の句を、比喩的に捉えて、他の意味内容、例えば、キリスト、教会、 新約聖書等を指し示すと解釈する方法と対照的であった。また、キリスト論においては、イエス・キリストが受肉して受け取り、それに打ち勝ち、救いに導いたところの人間としての性質、人生を強調し、キリストの神なるお言葉としての性質、神聖を強する、アレクサンドリア派と対立した。テオドレトスと同じくアンティオキア派の流れを組む。 ネストリオスは428年にコンスタンティノポリス主教に就任し、イエスは人間としてマリアから生まれ、神としては世界の初めから存在していたのだから、マリアに返せられたテオトコス、神の母という呼称は不適切である、と説いた。これが常実のキリスト論論争である。さてこのテオトコス称号を大切にしていたエジプトの人々はこれに猛反発し、 エジプトの大都市アレクサンドリアの司教キュリロスは、ネストリオスに反論った。その結果ネストリオスは431年、エフェソス公会議第三全治公会で、異端宣告されることになった。テオドレトスは、この論争において、アンティオキア派として、ネストリオスの擁護に回り、その進学を代表する者の一人として、キュリロスと互いに反爆を交わし合った。 またこの間多数の聖書中会や、敬信者列伝等いくつかの著作を表している。また444年に、キュリロスが亡くなった後も、彼の説を先鋭化させた、ディオスコロス、エウティュケスラといった、アレクサンドリア派による主張に反論し続けた。そのため、ディオスコロスが皇帝テオドシウス2世に働きかけて主導した、エフェソス合同会議では、 テオドレトスはキュロスの司教区から出ることを禁じられた。この頃、教会誌を執筆する。しかし451年のカルケドン公会議、第四全治公会では、結局、ティオスコロスやエウテュケスは、単性論として異端宣告された。なおテオドレトスはネストリオス説の問題点を認識していたし、カルケドン公会議で正当信仰を認められたが、 最後までネストリオスに対する異端宣告に反対していた、最終的には同意した。カルケドン信条は、今のローマカトリック教会、プロテスタントのいくつかの宗派、および正教会で根幹的なドグマとみなされているが、そのうちに含まれているキリスト論には、テオドレトスの学思想が貢献した部分があることが知られている。なおテオドレトスは、 カルケドン公会2号の453年まで生存したことが分かっているが、それ以降の消息ははっきりせず、没年には諸説ある。553年にユスティニアヌス帝主導で行われた第二、コンスタンティノポリス公会議、第五前治公会では、テオドレトスの著作の内キュリロスを博すものといくつかの説教及び書簡が一端とされた前述のごとくその後テオドレトスは、 カルケドン公会議に署名しているため、彼の著作全体が排斥されたわけではない。著作は、聖書中会や、教会史、進学、古教論に至るまで多数が残されている。ホメロスやプラトンをはじめとするギリシア古典にも通じており、平面で正確な古典ギリシア語で著作したが、シリア語も話すことができたとされる。など。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。